よーい、アクション。なんでいいんだよ。よしよしよし、のんのんのノヨンとテンション上げ上げ、お風呂出ました、ほうものでイエイエイエイ。いいよ、違うの出てもいいじゃん、それでいいじゃん。ということで、髪長くなったね。髪長くなったよ。明日にテストがある、ほのぼのです。あんたなんかちょっと勉強しなさい、何してんの。何言ってんだよ、ちょっと。ということでですね、今回はダイバーシティの動画後編になるんですけれども、前編はほのぼのの紹介は一応終わってるのね。概要欄にリンクありますので、よければ見てみてください。後編はノルノの購入品紹介になります。どうぞー、どうぞー。 Yes, 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 no, 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 no. テンション上げ上げ、こんにちは、ほのぼのでイエ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 イ。今回はですね、久しぶりに1万円対決でございます。対決なの？はい、対決です。どちらの1万円額は5000円5000円で好きなものを買って、でどっちの方が良かったかっていうのを人さんに決めていただくっていうコーナーだったの。いつもそれだから、今日ないのに見たの。え、1人1万円ずつなわけ。当たり前じゃんかよ。今回めちゃめちゃ久しぶりにショッピングモール行ったのよ。お台場のね、ダイバーシティなんだけど。久々のショッピングモールどうだった？ちゃんとね、ショッピングモールだからソーシャルディスタンス保ってたんで。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス。で、私が買ったお洋服なんだけど、今ベルシカめちゃめちゃセールやってまして、もう服が安い安い、びっくり安いの。この日ね、お台場行く前に原宿でね、まあ、あれを買ったんですよ。動画アップされてますので、ぜひこれを見てみてください。もうめっちゃ可愛い、あの一点物なんですけれども、ほんと可愛くて、もうんーっていう感じなんですけど、ノイノがこうやって瞬間に床揺れたよ。動画は原宿1万円ショッピングなんですけれども、人混み避けるためにその店舗だけに行ったんですよ。その店舗だけに行って原宿1万円ショッピング。その店舗だけに行って、うちね、うん、原宿いっぱい行きたいところがあったんだけどね。ダメ。 No、 I'm not、 I'm not じゃない、 from not、 isn't、 行かなかったです。もうそれは、だってビビアンセールしてたんだよ。ラフォーレも行ってない。あ、17キロクラブも行きたかった。ナランがビビアン知ってんの？だってパピコがよくなんか、もうちょっとめっちゃコールはとか言って、ああ、だからパピコに言ってよ、ビビアンセールなってるよって。あ、うちに来たから遠回しに行こうぜみたいな感じに誘ったら、へえみたいな。あんたビビアン興味あったっけ？違う、ウエストメッシュでしょ。うちもういろんな名前つけの好きだから。ビビアンウエストメッシュ、そのさ、ウエストメッシュみたいな。ビビアンウエストメッシュ。1着目なんですけれども、めちゃめちゃ可愛いけど、これうちが可愛いねって言われたんで、もうド派手な感じのやつでございます。でね、ワンピースのなんとこのヒョウ柄でございます。すごくないですか？これ黄色もあったんだけど、黄色は首がすごい可愛かったんだけど、これね、首がすごい開いてんの。それがピエンなんだけれども、ピエン超えてパオンなんですけれども、これもうすごい可愛くて買っちゃいました。でね、これね、安くなってて、長袖だけど、私ちょっとね、脇をこう見せるのが、脇を見せる服があんま好きじゃなくって、6したんだよ。6した？6分丈って言うじゃん。うん、7分丈とか、うん、多分これ6分丈。なるべく脇が見えない服がよくって、バリバリ透けるよ。透けてるけど見えないから大丈夫。すごい可愛いやつでございます。で、こちらですね、セールのセールのセール、 S サイズの4990円がなんとセールで半額、2490円、ほぼ半額で買いました。これはあのほのぼのも着れるから、ぜひよければ着てみてください。あんた絶対似てる。でも似てる。誰に似てるんだろうね。ヒョウに似てる。違うけど、あんたもうちょっとね、系統変えた方が絶対、マジこういうの似合うよね。いや、まあそれはさすがにね、あれだけれども、絶対このちゃんこういうの似合うと思うのに、なんか違う路線を走るんですよ。この人はこの前がビゴとかスピンとか、別にビゴとかスピンとかめちゃめちゃ可愛いのあるのに、そんな方もあんたそのジャンルじゃなくないっていうのをめちゃめちゃ選ぶんですよ。それはちょっとね、あの違うなと思います。ラスト1個なんだけど、ベルシカもう2000円するからなんだけどね。でねー、ちょっと厚い丈の、厚い丈どういう丈だよ、厚い丈、分厚い素材の半袖でございます。でもこれうち好きなの、メガネ拭きみたいな素材。これ1個前3490円だった。あ、じゃあこれだ。元がいくらか分かんないんだけど、3490円だ。
これはもう可愛いでしょ。これもね結構短めの丈ですごい可愛いです。私も本当ワンピースが楽で大好きなの、まあ、今日はちょっとワンピースじゃないんだけど、私も本当にワンピース大好き大好き人間なんですね。元に戻った。本当だ、元に戻りました。で、ワンピースがすごい楽なんですよ。似たような服バッグ持ってるんだけれども、あとベルトね、ベルトかわいい。びっくりした、ベルシカっていいのかと思った。ベルシカかわいいよ。え、うちでもこれ着たい。でしょ、これかわいいでしょ。今日うちこれ着るから、のえのこっち着て。あ、いいよ。あ、最後にあることするんで。最後にあることするんで。じゃあ、次行きます。続いてなんですけど、あれ終わったんじゃないのと思ったかもしれないんだけど、うちは終わったよ。のえのちょっとスピンオフで、ちょっとだけ物買いました。まず GU はマミコが部屋着買いたいって言って、めっちゃ部屋着買ってたよね、マミコ、うん、何着買ってた、あれ2、3着。ね、2、3着買ってた。なんかすごいいい形を見つけたみたいで、そのね、マミコが見てる横でめちゃめちゃ可愛いねカバンがありまして、これはあなたとお外で買ったんだけど、でれー、見てください、可愛いでしょ。夏っていう感じがする透けてるカバン。これね、なんで買ったかっていうのは値段なんだけれども、見てください、これ190円なの。これ元の値段がさ、わからないからちょっと値段をさらしてみるんだけど、すごくない？安すぎるでしょ。190円ってだってサンキーマートより全然安いよ。嘘でしょ。見て、1990円もするの。ねえ、あんたこれ5090円するんだけど。嘘でしょ。5000円もするのこれ。てか、うちらマジめちゃめちゃさ得してない？いや、今回この行ったお台場のお台場って言うんだところがめちゃくちゃ安くセールしてた、うん、そうそう、もうどこの洋服屋さんもセールしてて、イングとかもあったんだけど、イングもめちゃめちゃセールしてたし、セシルバックビーはもう全品半額だったからね。私も全品半額です。今日までです。残りやっぱり5、4、3、2、1。 ありがとうございました。さすがにちょっとさ、今さそういう時期だからさ、騒げないからさ、みんな静かになってるよ。静かなタイムセールでした。ほぼ 90% オフぐらいだよね。やばくない？ 90% オフ。これ紫もあってすごい悩んだんだけど、緑と黒にしました。ほのぼのは GU は以上、うでぎジャパンです。ということで、本当はね、これから今 TikTok で流行ってるさ、シャボン玉のエモい写真を最後撮って終わろうと思ったんだけど、一応後編ということで、それはそれだけの動画にしたいと思います。最後これちょっと着て終わるね。せーの、カメラで着替えてみました。ね、可愛くない？ね、可愛いんだけど。好きな動画でそれ着るからね。すごい、良い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 。こういった目立ってみて、可愛いポイントとして割とこう普通のワンピースみたいなと思うんだけど、ここでもちょっと針金が入ってこうやってなってて超可愛かったんだけど、見たら自分で、確かに自分の針金これ着てまみこに見せたら、あんた勝たないねって言われて、ちょっとここに縛ったとか言っちゃうとか言って、縛ったうちないんで縛っといてよかなと思ったんですけど、やめました。アントリーナンバー8、アントリーナンバー8、ヘッドヘッドクラップ。音楽に任せようと思わないで喋んな。TikTok で流行ってるやつとは違うんだけども、でっかい部分も面白いなと思って、まあ、やっぱ巨大な開けんの早い。やってみたい。やります。マーピピいきます。ヌーの部分、これなんとですね、見ててください。あー、ごめん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 、見て、これは怒られる。うちのやつこういう感じになってる。いきます。それに怒られる。え、な、絨毯の上でやらない。ねえ、絨毯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 、ねえ、絨毯の上でやらないでって。ねえ、明日この服着てくのを汚さないで。あかった。ありがとう。バイバイ。ピコちゃんもうやめてよ。こうやって全部済まされるんだって最近。あ、それはダメだよ。
次回ね、このシャボテンはね、エモい写真を撮りますので、ぜひよければね、楽しみに待っててください。エモエモキュリー。購入品動画久しぶりにたくさん見たくなった方も、あのエノマグ購入品動画ばっかやってますので、ぜひよければ私が何か選んで貼っときますので、ぜひよければ見てみてください。お買い物動画たくさんあげてほしいなと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。私もシャボン玉のエモい写真撮ったよってヒート、グッドボタン、チャンネル登録、次回の動画楽しみにしててください。服安くなってていいねって思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ヌノの服似合ってんじゃん、ほのぼのって思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、私の服だもんそれ。そっか、何自分のものにしてるんだよって思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼのシャブンヌメうますぎん。思ってないから大丈夫です。はい、すいません。それではまた次回のエノマグをしましょう。キャブバイ。ねえねえ、そのさ、それシールめっちゃ飛ぶんだわ。めっちゃ飛んでんだよね。